激滅のユトピな投薬です。今日紹介するのはこちら SH フィギュアーズアナキンスカイウォーカーリベンジオブザシスバージョンでございますいわゆるこれは再販版なので新商品ではないですけどもこれめちゃくちゃ惜しかったやっぱ人気の作品の人気キャラクターだけあってすごい高騰していた印象なので今回ね再販されて嬉しいですねで再販品で僕前のものを持ってないので大した比較もできないし新しい付属品とかあるわけじゃないので今回の動画さらっていきますじゃあ開けていきましょう はい、取り出しました。ナキンスカイオーカーのフィギュアーツでございます。念願ですよ。いや、たまにはやるじゃん。バンダイ再販ほんと嬉しいですよね。今回はオビアンケノービのドラマの配信に合わせての再販とだと思うので、結構ガチで嬉しいので、もうちょっと早速細かいとこ見ていこう。まずお顔はこのような感じでございます。演じているのはヘイデン・クリステンセンでございますね。もう睨み顔がすごいですね。めちゃくちゃ怒ってます。で、デジプリの精度も高いので、特にズレ とかもないですねブルーの瞳がめちゃくちゃ綺麗ですね色とかもね割かし濃いめな気がするので結構良好なんじゃないですかねやっぱスター・ウォーズのフィギュアーツかなり気合い入って作ってますよねで髪の毛とかもちょっと長髪でウェーブがかかったような造形をしておりますこれも特段違和感はないですねあんまりペタって感じのね髪の印象にもなってないのがすごいところですよね差し替えヘッドにはこの叫び顔ヘッド属しております 今にも誰かを憎いとね叫びそうなアナキンの表情すごいね迫力ありますよね歯の造形とかもお見事ですねしっかり色も塗られております若干でも左右の目でズレがある気はするんだけどどうなんだろうな気のせいなのかな3つ目のフェイスはこのダークサイドフェイスでございますもう目がバキバキキに決まっ アナキンスカカイウォーカーですねこっちのの方がが一番落ちち着いた顔してておおりりまますすけども瞳の色が赤くなっておりますちょっと目の周りも心なしか黒目になってる気はしますね。どんな表情してもイケメンでございますよ。アナキンのボディはこのような感じでございます。この黒い服は軟質素材ですね。特段違和感はないかな。造形とかシワの寄り方。この辺はね、ビギアツ得意なのでリアルだと思います。腕はこのようになっております。 ちょっと袖が膨らんでるので腕が少し太く見えるのかなと思いますねこんな感じで余裕のあるようなタイプの服になってるのがこのジェダイの服なんですよで右腕は義手になっておりますねこの辺の細かい金具の塗装とかも素晴らしいベルト周りはこのようになっておりますまたまた細かい造形と塗装されてますねで注目なのがこの腰からぶら下げたライトセーバーでございますこれは一応ぶら下げ専用というか起動してない状態の ライトセーバーなので起動状態のライトセーバーはまた別で付属しますで、スカート部分はこの黒いやつは軟質素材で足はこのようになっておりますねやはりシワの寄り方が非常にリアルで、背中から見るとこのようになっておりましてわりかしシンプルかなと思いますね腰のところには小さいポケットもありますはいはいはい特に問題ない造形でございますよ ということで、今にも闇落ち寸前アナキンスカイウォーカーのフィギュア細かいところを見ていきましたと、評判通り高騰するわけですよね。非常にかっこいいですよ。今にも不満爆発しそうなここの顔つきがたまなんですよね。かっこいいなやっぱりアナキンスカイウォーカーはいいですよね。ダークヒーローとしてもね、めちゃくちゃやっぱり人気高いですからね。その後のダースベイダーでのね、もう悪役っぷりも最高ですからね。とにかく顔がイケメンということでカード行き見ていきましょう。まずく 首の回転は髪の干渉が若干あるけどでも意外とそんなに悪くない可動域ですね首自体も根元が動くので広く動かせますでカッターの可動範囲は問題ないでしょうねこういうタイプの服ですけども肘はまあ90度くらいですかで腰の回転ぐるんぐるん足の開脚もしっかり開かせることができますスカートめっちゃ柔らかい膝は90度ぐらい接地性はも若干 感頼りないかなという感じまあブーツなので出し方なしかなこちらはみんな大好きライトセーバーでございます腰につけたものとは別で付属しております見てわかる通り刃のところはしっかり かなり綺麗ですよね。ライトセーバー部分も更新につけてるものと大きく変わらない造形塗装になってるんじゃないかなと思いますね。画角にギリギリ収まるスカイウォーカーでございますけども、こんな感じでライトセーバーしっかり両手持ちできますね。ライトセーバーはね、やっぱりね、両手で構えるポーズとかやってみたいですよね。このスターオーズ系のフィギュアのね、可動域を流用すれば他のフィギュアーでも色々ね、可動域広げていけそうな感じはしますけど いやかっこいいわやっぱり構えポーズたまらんなめちゃくちゃ怒ってるこの叫び顔の迫力たるや凄すさまじいですねでなおかつねオビアンケノービめちゃくちゃ欲しいあオビアンもねエピソード3版フィギュア使してますけどもアナキン同様にめちゃくちゃ高騰してるんですよね一番最近見たアマゾンの価格だと3万円くらいになってましたねちょっとフィギュアツの値段じゃないんですよねのオビアンも再販してほしい,い,いなやっぱりオビアンケノービのドラマの 配信記念にね多分アナキンとダースベイダーを再販してるんだと思うので主人公のオビアン出してほしいですよねなんならドラマ版もね一緒に出してほしいところではありますけどねさっき可動範囲のところで言うかどうか迷ったんですけども一応言っときますか若干ですけども股関節がね緩い気がするんですよねなんか保持力絶望的とか広げると自然にこう閉じていっちゃうとかっていうレベルではないんですけども触って た感じ普通のフィギュアーツより少しばかりなんか緩い気がするんですよね。ただエピソード2のアナキンも若干ね股関節が緩いのでもしかしたらこの素体使用なのかもしれないね。皆さんのアナキンはねどうなのかコメントしてくれたら嬉しいですね。その内容次第では交換に出すかもしれないです。まあ、ちょっとしたことですけども起動してない状態のライトセーバーも持たせることは可能となっております。ただこのちょっと下の方に接続の軸みたいなの があるのでこれはね見えてるとダサいので見えないようにしておきましょうと。 はい、比較してみましょうこちら SH フィギュアーズアナキンスカイウォーカーのエピソード2バージョンでございますエピソード2は持ってるのに肝心のエピソード3持っていなかったっていうのが何年も続いてましたけどもようやく揃いましたねほぼ素体は一緒なんじゃないかなこれは結構似てる気がする着てる服自体もかなり似たもので微妙に違いはありますけども結構パッと見の印象はエピソード3の方が暗くなってるんだなっていう のがねよくわかりますよね右腕とかもね違いますしねで髪型と顔つきも違うということってもうねこの間にいろいろあったんですよね本当にね大変ですよ <laughs> でこちらもっと大変なことになった後の sh フィギュア2ダースベイダーエピソード6バージョンでございますね今回エピソード6のダースベイダーもアナキンと一緒に再販されていたらしいですけども僕は運よくこれはもともと持っていました比べるとめちゃくちゃ身長違いますよね しダダーースベイダー頭1個分大きいですね確実に威圧感はアナキンの時より増してますからね、ダース・ベイダー。これ並べられたのもまた嬉しい。はい、で、ダース・ベイダーとね、ちょっと並べてみましたけども、やっぱりエピソード3のアナキン・スカイ・ウォーカーっていうのは最高ですね。このダークサイドのお顔もめっちゃいい。この顔がつくなら、どうせならローブもね、ちょっと欲しかったかなとは思うんですけども、十分な内容ではありますかね。オビアン系の帯のね、ダース・ベイダーめちゃくちゃ良くてね、 マスク割れで覗くねボロボロの顔のアナキンのねあの表情はたまらんよねしっかりヘイレン・クリステンセンが演じてますからね込み込んで生で見た時僕は感動しましたよあの俳優さんマジでイケメンですどうせならそのマスク割れのダース・ベーダーモードのフィギュア使わてほしいなできるかなフィギュアツもうちょっとねいろいろ頑張ってほしいところであります はい、SH フィギュアーズのアナキンスカイウォーカーエピソード3バージョン、サクッと見ていきましたけども、やはり高騰するだけあってめちゃくちゃかっこいいですね。作品人気も相まって、よりね、このアナキンの人気は高いんじゃないかなと思います。すごいかっこいいですね。付属品周りは結構、 ベーーシックなもものはありつつつ表情パーツが3つ付いてるっていうのがかなり豪華なんじゃないかなと思いますそしてどれもねクオリティ高いのでどの表情でアクションさせてもかっこよく決めることができますよと素晴らしいですね可動範囲股関節の緩ささっき気になるといったところ以外は特段問題なく遊べるんじゃないかなと思いますね布パーツとかは使われていないのでさすがに映画みたいにフレキシブルにライトセーバーでのアクションを決めることはできないですけどもでも十分アクションフィギュアと としての遊び害はあると思いました何度も言いますけどもオビアンケのービのエピソード3バージョンの再販だとかドラマ版のね新商品としてのね発売も期待しておきましょうということで僕のチャンネルではこれ以外にもスターウォーズや洋画系のフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではユタピでしたありがとうございます